ありがとうよ。よっ。ありがとう。
しい。キルト君、大丈夫だ。みんなそこにいてくれ。ドロシー、どうしたんだ。まさか洗脳でもされたんじゃ。召喚は至って正気ですよ、キリト。どうして嘘をついていたんですか。ドロシー、何を言って。召喚の父さんはこの世界の創世者、それも命をもてあそぶ側だった。召喚もただの実験体に過ぎない。だから簡単に捨てられたのだと君は知っていたんですよね。母さんは父さんのことを何も愛していたのに。父さんはきっとそうではなかった。母さんが死んだ理由さえ、一握りの優秀なものを作るための残酷な闘争構造。ドロシー、誰にそんなことを言われたんだ。キリト、聞いてるのは召喚です。答えてください。君は自身が作った箱庭で遊ぶがごとく、母さんをもてあそんで召喚が生まれてしまったのだと分かっていたんでしょ。それはやっぱり知っていたんだ。君は内心父さんのことを嬉しそうに話す召喚を嘲笑っていたんですか。そんなわけないだろ。いや、もう君の答えなんて関係ない。以前の召喚なら君と敵対するなんて考えもしなかった。で、君も父さんの側なら、召喚は子供たちを君から守らねば。ドロシー、キリト、キリト、武器を構えて。彼女たちを救うには君と戦うしかない。当然です。
セルカやサライのことか。脅されてるならそう言ってくれ。俺が何とかするから。キリト、ドロシー、聞いてくれ。君の父さんのこと、俺も最初は疑ったよ。悪いやつなんじゃないかって。でも俺、考えれば考えるほど、やっぱり君は愛されていたんだと思えてくる。君の高い天命値、暗黒術に加えて神聖術まで教えたこと。愛してないならこの残酷な世界でまるで生きてくれと言わんばかりにそんな贈り物しないだろう。それだけじゃない。自分の爪痕を残すように神聖語を教えた。君たちの記憶から痕跡を消す術をおそらくは施したくせに、なぜ。俺は今なら
やっと自信を持って言えるよ。たとえいつかはこの世界を去らなきゃいけないとしても、なかったことにはしてほしくない。君は俺にとって人生の一部だ。ここで恋をしたならそれは本当なんだ。友達ができたならそれも本物だ。ドロシー、友達と殺し合うなんて俺にはできない。だから元凶を呼び起こすよ。キリト、こっちはガキを追いかけ回して疲れてんだ。そんなテンション下がることされたら困るぜ。やはり隠れていたな。で、なんだよブラッキー、俺のことはお見通しか。嬉しいぜ。しっかしうまくいかなかったか。計画が台無しだぜ。みんな予想外のことしやがる。女が死んだら次はガキを殺してやろうと思ったのに、全員逃げ出してるしよ。おいガキども、そこ並んどけ。後で順番に殺すぞ。セルカ、セラ、おいドロシー、期待外れもいいとこだ。お使いもろくにできねえのか。子供たちを解放して。お前つまんねえな。ああそうだ、楽しいショーは台無しになったし、責任取ってお前死ね。そしたら解放してやるよ。ドロシー、あいつの言うことは聞くなよ。早く死ねって言ってんだろ。お前の命なんてな。ドロシーをいじめないで。サライ、いじめないで、いじめないで、いじめないで。うるせえんだよゴミ。サライ、どいつもこいつもうるせえうるせえ。お前らは俺らにもてあそばれる命なんだよ。黙って道具になってろ。言うことを聞け。口答えするな。楽に死にてえならな、死ぬのは確定だ。全員ぶっ殺すぞ。ドロシー、サライを助けるんだ。キリト、行け。サライ、サライ。ドロシー落ち着いて、僕が治療するから抱いたままでいて。ユージを、召喚は分かってるから大丈夫だよ。君のこと誰も責めてない。さあ君の大事な友達の怪我を見せて。ブラッキー、お前の相手はそれじゃねえだろ。あんたの相手もキリトだけじゃない。てめえら来いよって、先に俺が相手になってやる。
くれ。私の妹をさらってくれましたね。先行、お友達と一緒にまた殺されてみたいだな。いいぜいいぜ、全員でかかってこい。サライの呼吸が浅い。回復しても前のように元気に走り回れるだろうか。ヒユジオ、あとは私が。他の子は暗黒海軍に任せたわ。ありがとう。じゃあ僕も行ってくる。あいつは許せない。なぜこんなことに。今まで頑張ってきたのはサライのような子供に自分と同じ悲しみを味わわせたくなかったからなのに、一番小さな友達すら守れないなんて。ドロシー、セルカ、サライ、君たちをあんな男の毒牙にかけさせはしない。守るよ、隠れてて。あ、召喚も、召喚も戦わなくては。でも立ち上がって戦う先に何があるというのだろう。今日までずっと頑張ってきた。なのに待っていたのは絶望だけだった。これから先も頑張ったって召喚は。ドロシー、ゴミクズ、捨てられた子供、お前何のために生きてんだ。死んだ方がいいんじゃねえの。ドロシー、サライ、気がついたのですね。あまり喋らないで、安静にしないと。ドロシー、どうしたの。お目目痛いの。大丈夫です、大丈夫ですよ。召喚などより。サライ、ドロシー守れた。いつもしてくれたこと返せた。サライ、そんなこと考えていたのですか。いつも考えてるよ、ドロシーのこと。ねえ、キリトと喧嘩しないで。ダメだよ、キリトはドロシーの友達でしょ。
違うの？そうです、友達です。大好きな友達です。君も大好きな友達です。失いたくない。ドロシー、サライがいるよ。泣かないで。お父さんやお母さんがいなくたって、サライにはドロシーがいるのと同じ。ドロシーだけはサライの味方だもん。ねえ、泣かないで。お前のやり口はよく知ってるよ。人を争わせ、憎しみの種をまいて、次の争いを引き起こす。 SAO 時代はその手で散々引っかき回されたけど、このアンダーワールドじゃお前の好きにはさせない。つれないこと言うな。ようやくこの時が来たんだ。アインクラッドの護送で殺そうとしても殺せなかった時から、俺が望むのはお前だけだった。俺はお前を愛してるんだぜ、キリト。お前が汚れないまま生きる姿を見るのが好きだ。だから俺が殺してしまいたい。わかるか？愛なんだよ。安心しな。お前を殺した後、先行も他の連中も一人残さず棺桶にぶち込んでやるよ。いつまでも侮ってもらっちゃ困るわ。以前の私たちとは違うわよ。女神の鉄槌食らわせてやるわ。悪いけど、私たちあんたをボッコボコにするって決めてるの。後悔させます、絶対に。あなたがしたこと忘れてません。ええ、あなたの策略でどれだけ SAO 時代苦しめられたか。それに何より、あなたはカイナンさんを殺した。絶対に許さない。いや、と君と一緒負けないよ。行くぜ。やるぞ。はっ。やるぞ。はっ。
行くよ。間に合う。食らえ！食らいなさい。された人たちはゴミクズなんかじゃない。人間だ、生きている人間だ。ここで生きる人たちをバカにするな。お前が見下していい存在じゃない。ああ SAO ならまだしも、こっちなんてまさにゴミクズだろ。ああ、あれか、あのどんくさいおっさんのこと言ってんのか。あんなんカスだろ。価値ねえよ、あんなやつ。あいつだけじゃねえ。この世界で生きてるやつらは所詮アリスのための生贄だ。道具だ、ゴミクズだ。価値はねえ。お前も、お前も、お前も、お前もな。ない。神様側の人間は残酷だ。皆さん、いいから、いいから、に、ぎゃ。価値がないのですか？本当に？あの人も、あの人も、あの人も、本当は死んではいけなかったはずでしょう。殺された人たちも、死なせてしまった人たちも、本当はそうなりたくなかったはず。でも与えられた生を精一杯生きた、生きた。その人たちが価値がない。侮辱するな、侮辱するな、侮辱するな。この世界を侮辱するな。んなもん当たらねえ。てめえ、そっちが狙いか。キリト！
真意の強さが力を握る。イメージするんだ。剣の記憶を流し込んだ。ルーリットの村で悪魔の多すぎと呼ばれた大樹だ。ざっと200年は生きてる貴様。おい、キルト、ブラッキー。中と外、戦いに決着がついた時、お前が STL から出してもらえるのかどうか俺には分からないが、仲間が助けてくれることを祈っておくんだな。ことが終わればこの世界でのお前は暗黒界最強の騎士の手で切られてしまうだろうさ。お前が簡単に死ねと言った女の子はこの世界でちゃんと愛されて生きてるんだ。報復を震えて待っていろ。キリトこれで問題ないはず。ドロシーさん、どう？友達ではなかったのですか？あの、キリト、君を傷つけて本当に？ドロシー、君を傷つけてごめん。違います、召喚が。いや、俺が先に傷つけたんだ。友達なのに君に嫌われるのが怖くて深い事情を話せなかった。本当にごめん。いいえ、君は異なる立場でありながらいつも寄り添ってくれていたのに、召喚が君を裏切ったんです。友達なのに疑って傷つける言葉を吐いた。ごめんなさい。まだ友達ですか？ずっと友達だよ、ドロシー。じゃあ最後まで君と共にあることを再度誓わせてください。ガブリエルを倒しましょう。この世界に平和を取り戻す。もう誰も奪わせてはいけません。ああ、もちろんです。